うちの出番。やっ、くるくるーっと。私が誰だか知ってるの？こんな大きなダイヤモンド見たことないでしょ。あげるねー、くるりんっと。蝶と共に散れ、スタールインファントム。うち今回は足を引っ張ってないでしょ。どれどれ、キラキラなものはないかな。もうすぐで着くわよ。思ったより綺麗に保たれてるみたいね。あの時もみんなで列界に抗っていたら、こんなに早く帰る場所を失わずに済んだのに。着いたわ、ここよ。あれからかなり経ったのに全然変わってないわね。ちょっと勝手に歩き回らないで、先に孤児院を調べましょう。何年も前からここに置いてあるんでしょ？使って大丈夫なの？仮想部の人間が使用期限を気にすると思う？使えるものがあることに感謝しないと。あれ？ない、どこにもない。どういうこと？全部空じゃない。一体誰が。気をつけて、後ろに敵が。禁止区域でしかこんなの見たことない。ふっ、相手が誰であろうと背後から襲うような奴には容赦しないんだから。やつ、いや、うちに出くわすなんてついてないね。動かないでね、今祝福してあげるから。始めようか。あんたの番だよ。私に出会ったことを感謝してね。痛くしてあげる。あ、逃がさない。惜しいわね。うちがいるんだから負けないよ。やっ、何見てるの？逃がさない。
動かないでね。今祝福してあげるから。楽にしてあげる。蝶と共に散れ。スタールインファントム。くるりんと。私が怖いの？あんたの番だよ。ちょっと静かになさい。私が誰だか知ってるの？こんな大きなダイヤモンド見たことないでしょ。あげるね。所詮雑魚は雑魚ね。な、私一人でもやっつけられたわよ。まあでも一緒に戦えてそれなりに楽しめたわ。これで危険は排除できたわね。次は中を探してみましょう。確か、あっちの隅っこに在庫を置いてたはずよ。小さい頃、しょっちゅう外で騒いで怪我をしてたから、覚えてるわ。さっきの奴に壊されてないといいけど。幻覚じゃない。は？急に何言ってんの？この建物も、子供たちの遊具も、見たことがある。どういうこと？十数年前に封鎖されて以来、シルバーメインだって降りてきてないのに、あんたみたいなお嬢様がどうして？待って、まさかそれよりも前に。ええ、その可能性はあるかと。私の記憶があやふやなのもそれが原因なんだと思う。行こう。もう少し周囲を確認させて。上にあるのは子供のおもちゃ？そうね。どっちがいい？赤？それとも青？それじゃあ青を。見て、十数年も経ってるのにまだ歯型が残ってる。歯型？あ、思い出したわ。あの時私より年上の子がおもちゃを奪おうとしたから思いっきり噛んでやったんだった。ガサツなんだから。このブランコかなり砂ぼこりをかぶってる。ちょっと座らないで、汚いんだから。懐かしい。昔高くこぎすぎてみんなをびっくりさせちゃったのよね。ブランコって普通人を驚かすような遊具じゃないと思うけど。空に向かって飛ぶことしか考えてなかった。上層部まで飛んでいきたかったのよね。危険すぎる。今まで生きてこられたのが奇跡。あんたの言う通りね。探してないのはここだけね。私の記憶が間違ってなければいいけど。あ、これよ、見つけたわ。よかった、ほとんど無傷ね。ナタもきっとびっくりするわ。これほどいい状態のものが見つかるなんて。でもアルコールの使用期限はやっぱり確認した方がいいと思う。もし期限が切れてたら効果も落ちるだろうから。それもそうね。これ何かしら。これは私が小さい頃に持っていたもの。
あんたの小さい頃？それって間違いないの？ええ、やっと思い出した。私は昔ここに住んでいた。喧騒者に連れて行かれ、係屋様に引き取られるまでここに住んでいたの。私は仮想部の人間だったんだ。あんたが仮想部の人間？いや、それよりも係屋って、あんたあの大守護者の養子なの？じゃあ、そう、私は喧騒者によって定められた継承者。将来ベロブルグを率いる守護者になる存在。お、でもどうして今まで思い出せなかったの？小さい頃の記憶がはっきりとしない。いや、お母様は決してそんなことをしない。決して。幻想者の話では、守護者の継承者は全ベロブルグの中から選定され、その過程は数年、長くて十数年にも及ぶと聞いた。選定の時期になると、適齢に達した上層部と下層部の子供は全員テストを受ける。そして最終的に資格を有する一人の子供が選ばれるの。私もそうやって選ばれて地上に行ったんだと思う。孤児院の子供がよく連れて行かれるのは知ってたけど、まさか未来の大守護者がその中にいたなんて。あなたはそのことを知ってるの？ずっと私たちを騙してたわけじゃないわよね。知らないと思う。守護者の後継者を選定する作業は極秘で行われるものだから。その上、選ばれた子供は過去を切り捨てないといけない。私は選ばれ、係屋様の娘になった。次期守護者であること以外に他に身分はない。まだまだ力不足であることは否めないけど、シルバーメインの兵士たちが毎日劣化で命を落としているのを知っていたのに、お母様の考えを変えさせる決心がつかなかった。下層部が苦しんでいることを知りながらも何もできていない。かつて暮らしていた地がこんなになるまで私は気づくことさえできなかった。結局私は何も守れなかったの。どうしてこんな私が選ばれたのかわからない。私はこんなにも無能なのに。あんたの話はそれで終わり？さっきから泣き言ばっかり。うるさいったらありゃしないわ。私は。何？お涙頂戴の自分語りをしたところで同情を得られると思った？あんたはバカみたいにでかいパレスにこもって考えを巡らせ、たとえ前線に行っても命を懸ける必要がないじゃない。でも下層部の人間はご飯もまともに食べられず、生きることにさえ精一杯なのよ。自分がかすかな光に過ぎなくとも他の人を照らす努力をすべきだってあんた言ったわよね。みんなを守りたいんでしょ？なら泣いてなんかいないで、他にもっとやるべきことがあるんじゃないの？ゼーレの言う通り、泣き言を口にしても問題は解決しない。ありがとう。私が落ち込んでいる時慰めてくれる人はいるけど、こうやって厳しい言葉を言ってくれたのはゼーレが初めて。ふん、慰めるなんてこと私にはできないわ。今みたいのでいいなら何度だってやってあげるけど。すぐに分かったわ。あんたは背負いすぎなのよ。なんでそこまで自分を追い詰めるわけ？ベロブルグの未来の守護者として
私は常に自分の行いと考えを見つめ直す必要があるから。はいはい、さすがお嬢様ね。未来の大守護者が私と同じ孤児院出身だなんて、とんだ腐れ縁だわ。私が案内するから孤児院を回ってみない？あんたと違って私はちゃんとしっかり覚えてるから。ええ、では少しの間だけ考え事は横に置いておきましょう。入る隙がなさそうだ。しばらく二人きりにさせてあげよう。最後は鎮、入る隙がなさそうだ。しば、最後は鎮痛剤。脅威となり得る存在の接近。クラーラを守る防衛モードオン。パーキンス、やめて。この人、会ったことがある。悪い人じゃないですよね？了解、脅威対象から除外します。防衛モードオフ。ここは危険だから早く帰った方がいいですよ、お姉さん。あ、クラーラも鎮痛剤を探しに来たんです。流浪者のキャンプで怪我人がたくさん出ています。採掘者の方々もですよね。皆さん仲良く過ごせたらいいのに。はい、この薬をどうぞ。役に立つといいのですが。スバローグはクラーラの家族です。小さい頃にクラーラを引き取り育ててくれて家族になりました。大工区でのことは本当にすみません。スバローグはクラーラ以外の人間を信用していないんです。特に自衛の皆さんを。甲府と流浪者の間で大規模な争いが勃発したと聞いて、鉱脈のために血を流すことを防ごうとしたんです。自衛の皆さんは人々を連れて仮想部から離れようとしています。ですがスバローグは皆さんに残ってほしいんです。彼の計算によると地上はもう安全ではありません。はい、スバローグは固執するたちなので自分の責務は孫悟にあると。そのために人類を守る選択をしなければならないと彼は言っていました。の皆さんがスバローグと話をしたいのは知っています。でも何回尋ねようとも彼の態度を変えることはできません。ですのでクラーラを信じてください。クラーラが説得してみせます。いつかきっとクラーラの言葉になら耳を傾けて。クラーラ？どうしてここにいるの？あなたは
遅延のゼーレお姉さん、ここに来た理由は。流浪者のために薬を探してる？あいつらやるわね。こんな小さな女の子に探させるなんて。いえ、そういうわけじゃなく、流浪者たちの生活はとても厳しいものなんです。その上、集落には診療所もないので、クラーラが力になりたいと思っただけで。それに皆さん悪い人ではありません。まともに生きようと頑張ってます。お姉さん、この薬、もともとはナターシャさんのものなんですよね。少しだけ分けてもらえないでしょうか。流浪者たちもひどい怪我を負っているんです。わかったわ。じゃあここにある鎮痛剤を私たちで分けましょう。本当？ナターシャさんに聞かなくても大丈夫ですか？ナタのことなら心配いらないわ。きっと気にしないから。まあ私たちの仕事が倍になるけど、彼女ならきっと分かってくれるはずよ。本当によかった。ありがとうございます、ゼーレお姉さん。あとは帰るだけ？ここは危険だし、よければ送っていくけど。大丈夫です、パーキンスがついているので。それに他にも探したいものがあるんです。そう、それじゃあ気をつけて。防犯と包帯、医療用アルコール、鎮痛剤。よし、これで全部揃ったわね。さ、行きましょう。時間も予定通りだわ。ナターシャのところに戻るわよ。一緒に写真を撮りに行く？ナタ、戻ったわ。さすがゼーレ、いつも時間通りね。どう？使えそうな物資は見つかったかしら？見せてちょうだい。鋼板、包帯、鎮痛剤、医療用アルコール。素晴らしい、必要な物資が全てあるわ。ただ鎮痛剤の量が少ないわね。貯蔵室で何かあったの？クラーラに？そう、あの子がしようとしていることなら大体予想がつくわ。彼女、怪我をした流浪者を手当てしたいのね。クラーラはいつも優しいのよ。君たちは正しいことをしたわ。でもそうなると薬の投与量をちゃんと分配する必要があるわね。大丈夫、私も手伝うわ。平気よ、診療所は私に任せて。君たち3人はまだやることがあるでしょ。オレグと、それから他の2人も待ってるわ。大丈夫じゃないかしら。
人とも元気そうだったわよ。オレグさんはスバローグのことについて話し合いたいのよね。行かないと。ごめんナタ、怪我人のことは任せる。安心してちょうだい。うまくいくのを祈っているわ。何？眠たくなったの？あなたは疲れてないの？一晩休んでないのに。私の最高記録は6鉄よ。あんたももっと頑張りなさい。やっほー！やっと来たね。いいよそれぐらい。何も言わずにいなくなった回数の記録保持者がここにいるんだから。誇れることじゃないだろう。全員揃ったな。じゃあ本題に入ろう。以前お前たちが言っていた性格、それから上層部での出来事、この二人が全て最初から説明してくれた。前に係屋に会った時はただの勢いある小娘に過ぎなかったが、まさか守護者になった後ああなるとはな。遭遇したお前たちには同情する。安心しろ、支援は裏切るようなことはしない。お前たちの計画は酔っ払った甲府のザレ事と大差ないが、少なくとも筋は通っている。下の奴らはもうとっくに他の選択肢を失った状態だ。ここまで来たらお前らにかけるさ。安心しておじさん、うちらを信じるのが正解だって証明してみせるから。酔っ払った甲府のザレ事なんかじゃないこともだ。よし、じゃあ現実的な話をしよう。お前たちは性格の行方を知りたい。俺たち遅延は下層部の封鎖を解放したい。つまり俺たちの目標はスバローグだ。あのボスをどうにかしないと先のことは夢のまた夢だ。ふん、あいつはロボットよ。話が通じるとでも？スクラップにしてやるのが一番手っ取り早いわよ。ああ、どう転ぶかわからん。どちらにも対応できるようにすべきだろう。もちろん平和的に問題を解決するのが一番だが、状況が変われば武力行使に移る覚悟も必要だ。遅延はスバローグとの接触を何度も試みてきた。しかし毎回追い返されちまってな。奴は俺たちとの対話を全く望んじゃいない。それに俺たちの実力で奴らと衝突するのはリスクが高すぎる。スバローグのロボットは犠牲を恐れないが、俺は下層部の人の命を危険にさらしたくないからな。だが今は違う。お前たちが来たことでスバローグも外部からの変数が現れたことを認め、状況が変わってきている。どういう経緯でそうなるかは分からんが、もしかしたらお前らになら説得するチャンスが訪れるかもしれん。ああ、それが一番いいだろう。ちゃんと考えての結論か。まあスバローグの縄張りに行けばわかる。この地下で物事が順調に進むことなどないとな。
どうだ、シルバーメインのお嬢さん。俺たちの中でスバローグと対立する理由がないのはお前だけだ。お前の考えを聞かせてくれないか。下層部もベロブログの一部だから、もしスバローグがここの住民を脅かす存在なら、あなたたちの味方をするのも当然。いい答えだ。さすが守護者の責務を引き継ぐ娘、いい覚悟をしている。よし、共同戦線を張れたのならこれ以上時間を浪費する必要もない。行け、スバローグを探しに行くためのガイドを手配してある。遅延はずっとスバローグと対立してきた。共に行っても誤解を生むだけだろう。少し離れたところで待機し、万が一の際にはすぐ駆けつけるようにする。ゼール、もう一度外から来た友人たちと同行してくれるか。任せてちょうだい、ボス。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。プルリンと。目標を狙うほどこの鎌は速くなるのよ。
ね。On vacation, you got pretty green eyes. I can see them dollar signs, girl.